こんにちは、キヨピーです、今日のテーマはこちら、まあ、前回の続き、前回がマスキング編で今回はこれを塗装していきます。って言っても、まあ、キャンディブルーが入っちゃってるんですけど、これ前回マスキングした後にちょっと塗ってみようかなと思って塗りました。で、今回は一応動画は撮ってるので最初から塗装編ということでお送りしたいと思います。ご視聴よろしくお願いします。で、ここに今残ってるシルバーの部分、これをあえて一回メタリックで消します。まあ、キラキラ感を消すって言っても普通のメタリックで塗って上からキャンディーかけるんで、もちろんキャンディーらしさはあるんですけど、このキラキラ感をあえて消して残ってるところを逆に目立たせるっていう感じですかね。あえてです。はい、こうフレークを消す、あえて消すっていうこの色は紫色です。ちょっとラベンダーっぽい感じで、青色を入れるのになんで紫入れんのっていう話ですけど、紫下に入れることによって青が結構、青というよりかは青紫、青は青なんですけど若干赤みのある紫になるんで、でその色がね僕結構好きなんですよ。パッと見青なんですけど透かしたら紫みたいな、なんかかっこいい感じなんで、今回はそれでベースを塗っていきます。じゃあ行きましょう。こんな感じですね。行きます。さっきとあんま変わってないですけど、とりあえずラベンダーになりました。で、これからキャンディーブルーかけていきます。キャンディーはべったりかけちゃダメ、かといってドライすぎてもムラになりやすいんで、理想はセミウェット、ちょっとかけていきます。まあ、スペース的にはそこまでムラには見えない感じだとは思うんですけど、まあこんな感じで塗り重ねていきます。4回色かけました。こう見たら結構青いんですけど、こう湾曲して光が入ってるとこはちょっと紫っぽく見えますよね。こっからもう少しかけていくんですけど、ちょっとその前に何箇所か剥がしたいところがあるんで剥がしてみます。はい、フィンガープリントの部分と上の部分をちょっと剥がしてみました。こっからさらに今4回拭いたんで、あと2回か3回ぐらい拭き重ねて、もうすでに塗ってるとこをさらにもっと濃くしたいと思います。で、今からこれキャンディーペイントならではなんですけど、この周りフィンガープリントの外枠ですね、ここをもう少し濃くしてちょっとアクセントを加えたいと思います。はい、こんな感じになりました。ちょっと分かりにくいですけどね、周り濃くしました。パールホワイトです。結構濃いパールホワイトを作りました。で、今マスキングしてあるとこ塗って、そこもフレーク消すまではいかないんですけど、ちょっと色味変えてみようかなと思います。はい、それじゃあ今度はキャンディーブルー塗っていきます。
大体こんな感じになりました。これぐらいの幅とかだとあんまりムラもわからない感じなんで結構ラフに塗ってます。意外とこうぐちゃぐちゃっとしたデザインだとあまり目立たないというか、はい、誰でもできます。一見すごそうに見えて意外とできちゃいます。でこっから、お楽しみのマスキング剥がしなんですけど、この塗装に立体感をつけるためにマスキングを下から順に剥がしながら影をつけてまた剥がして影をつけてっていう感じでやっていきます。ここの黄色でマスキングまだ残っている部分、ここに関しては一番最後にウォータードロップという手法をそこに入れたいと思います。なんでとりあえずはマスキングを剥がしながら立体感を出していくっていう感じで今からやっていきます。水かけていきます。スプレーで直接拭いてもいいんですけど、ちょっと僕の今これ使ってるスプレーがかなり霧が細かくて何とも言えない感じなんで、手で直接水玉を足りないところに乗っけてこうなんかいい感じに水を散らばせていきます。で最初に軽くキャンディー拭いたんですけど、塗料を拭くことによって水弾きが良くなるんですよね。足つけした状態だと水がこう傷にじわっと馴染んで一体の水玉にならないんですけど、塗料をかけることによって水が弾いてくれるんですよ。そしたらこんな風に水玉が弾いていい感じにこう玉の状態で保持してくれます。でこっから一方方向から影をつけてあげたり、今度は上からキャンディーかけてあげたり、そんな感じで、水滴の側面に色をのせます。まあ、この辺また改めて紹介してもいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとやってみます。こうどんどん霧をかけてみたんですけど、この水玉が動かない程度のエア圧で塗料を吹きかけていきます。
じゃあ今度逆側から、こっちから頭に向かって吹きかけます。ということで青色全部入りました。この縁の部分を黒で溶かして、でほぼほぼ忘れ去られてたと思うんですけど、このロゴ、これも黒で縁取って、でこれを剥がすとこのロゴが浮き出る形になります。今日は天気が良かったので3時間ぐらい日光浴させて乾かしました。この後クリア塗るんですけど、こう結構段差がすごいです。爪が引っかかるぐらいの段差ができてるんで、これクリアで埋めていきたいと思います。ただしちょっと一発では埋まらないというか、一気にやると多分垂れたりキャンディー溶かしたりしちゃうんで、なんで、今回は3対1のクリア無希釈で、4回塗り込んで一度乾かして、その後ね段差を落とすように研いで、さらにその後またクリアかけていきます。まあ、今日はとりあえず一発目クリアかけておしまいにしたいと思います。クリア4回塗りました。まあ1回目がバラ拭きで、その後3回しっかり塗り込んだ感じになります。ちょっとねこのまだ段差がすごいし、こういう風に見るとこう段差わかりますかね、まだボコボコしてる感じなんで、これで1回乾かして研いで、またもう一度クリアっていうのを数日に分けて繰り返していきます。まあ、時間を置けばね5回でも6回でも塗り込むことはできるんですけど、一気に分厚くしすぎるとピンホールって言って気泡が湧いてきたり硬化不良を起こしたりっていうの、後々トラブルが出かねないんで、ゆっくり進めていこうと思います。塗装は待てが大切。はい、we'll be right back.
だいぶ段差なくなったんで、これで仕上げていこうと思います。これからまた表面をなるべくフラットにして、で磨いていきます。手触りが全然違いますね。いい感じ。まだちょっとボコボコしてる感じはしますけどね。後ろの背景の映り込みとか、画面じゃ伝わらないんですよ本当これ。いい感じにできたと思います。じゃあ事務所に行ってこれを組み立てましょう。こんな単純なもんやから余裕やろうと思ってたら、ビスが微妙に長さが違ったりして解読に30分もかかりました。でなんとか今解読できたんで、これから組んでいこうと思います。よし、できた。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my handTo the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.はい、というわけでカスタムペイントを完了しました。どうでしょうか。まあ思いっきり今回僕好みのペイントをやっちゃいました。まあローライダー興味ない方、ローライダーとかの文化を知らない人からすると、まあキラキラしてんなぐらいで、何その柄みたいな、そんな感じだと思うんですけどね。で、まあ時間かかりましたね。仕事終わりバテバテの状態で作ってたんで、実際こうマスキングのライン甘かったり左右非対称だったり、まあそんな感じなんですけど、が塗っててすごい楽しくて、最初ね本当にもうこれ作ってこうやってもう壁にかけて飾っておこうかなって思ったんですけど、ちょっとね悪い虫が騒いで、これ背負ってバイクに乗りたいってちょっと思ってきてます今。まあいかんせん僕は残念ながらバイクの免許を持ってないんで、原付ぐらいしか乗れないんですけど、ちょっとねバイクの免許取ろうかなってすごい最近思ってます。ヘルメットと、まあ、単車をこれに負けないぐらいのペイントをして、でこれ背負ってツーリングしたいなってちょっと思いました。めちゃくちゃ安易な考えですけどね。でこのボブルビー自体はカラーバリエーション豊富で、自分の好きなカラーを買って、で、こうやってステッカーを貼ったり、メーカーロゴとかブランドロゴのね、カッティング貼って、そういうので楽しんでられる方が大半だと思うんですけど、
やっぱ中にはね、バイクと同じカラーリングで塗装したり、カッティングシート貼ったりとか、そういうことをされてる方もいて、結構ね、おしゃれだなと思って、まあそういうのを見てると、まあ、お揃いしたいじゃないですか。なんか僕、ペイントするのが大好きなんで、なんかそういうのも楽しいかなって、ちょっと思ってます。皆さんが多分一番気になるのって、ね。これ、金額だと思うんですよね。で、これに関してかなり難しくて、よく言われるんですよ。いくらですかっていうの。こんなんしたらいくらぐらいですかっていうのは、結構聞かれるんですけど、それも地域とか、塗るペインターさんの思い描く単価とか、結構人それぞれ。なんで、一概にこれがいくらでできますよっていうのは、ちょっと言いにくいところがあるんですよね。僕、参考までになんですけど、携帯ケースこんぐらいじゃないですか。大体。で、それで、こうやって文字入れたり、ラインをぎっしり詰め込んだり、特殊ペイント、ウォータードロップとか、そういうのをぎっしり詰め込んだ場合で、やっぱ1万円超えてくるんですよね。仕事として受けちゃうと。それでも割に合ってないんですけど、じゃあこのボブルビーのこの大きさで、じゃあ携帯ケース何個分っていう話じゃないですか。さすがに10万以上とかはね、そこまでは僕も取らないんですけど、やっぱそれなりにすると思います。けど中には3万円とかでやってくれる方もいると思うし、趣味でされてる方だったら結構安くできたりすると思うんですけど、お金をもらう以上はきちんとねやっていかないといけないなっていうのもあって、まあそれなりにお金はかかっちゃうんですよね。バッグ自体がだいたい今3万円ぐらい、これで3万円ぐらいするんですよ。で、仮にじゃあ5万円のペイントして8万のバッグってなったら、こうお金がある人はいいですけど、みんながみんなこうそこまでお金出せるわけじゃないじゃないですか。あ、ただまあ普通の車体と同じカラーリングとかだったら全然安くはできると思うんですけど、ここまでカスタムペイントしようと思ったらベースが高いし、それにさらにそんだけの金額乗っけられるかって言ったら、みんながみんなそうじゃないと思うんで、なんで僕は結構 DIY 推しなので、やってみたらってこう平気で言っちゃいます。こんなこと言ったら他の業者さんに怒られそうですけど、自分でやったらやっぱ自分の価値がつくというか、失敗しても本当に味だと思って、結構僕はそういうのも含めてやってみたらっていう感じで押してるんですよね。で、塗装方法も結構これから紹介したいなとは思うんですけど、あくまで僕のやり方なんで参考程度にしかならないと思うんですけど、まあそういう動画を見てなんか挑戦してみようかなと思っていただけたらすごい嬉しいです。いきなりこんなラインに詰め込むのって結構ハードル高いんですけど、まあ単色で塗ってこう1本ズバッとこうね、スピードライン入れてっていう程度だったらすごく簡単だと思うし、挑戦してみるのもありかなと思って、まあキヨピーは DIY 応援派なんで、はい、そんな感じで動画を撮ってます。うん、まあなんかちょっと最後お金の話なんで、ちょっとなんとも言えん感じなんですけどいやー、悩ましいとこなんですよね。仕事で受けるとか趣味でやるっていうのはまたちょっと違うので、うん、まあけど塗ってみたいなって思っていただけたら、もう僕としてもこう動画を上げる価値があるというか、そういう風に思っていただけたら、やっぱ僕としてもすごく嬉しいです。こうカスタムペイント人口というか、そういうのがね、自分でオリジナリティを出したいっていう人が増えたらすごく嬉しいなと思って今回動画作りました。はい、というわけで今回はボブルビーのカスタムペイントでした。ですね、次回はね、またちょっとフレークの吹き方とかそういうのも動画撮りたいなと思ってるんで、そういうカスタムペイント興味ある人はまた時間ある時にでもチェックしてください。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。キヨピーでした。バイバイ。